今シーズンフランス大会で第8位です。トリプルアクセルからトリプルトーループ。4回転のトーループです。決めました。トリプルループ。トリプルサルコー。トリプルルッツ。トリプルフリップ。ホンダの前にロードルプル4回転ジャンプを決めました中国郭星真。
まあ、プログラムが4分半なんですけれども、はい、本当によく走って飛んだなっていう感じですね。そういうイメージありますね。で実際に非常に瞬発力のある選手ですので、普通の選手だと飛べないようなスピードからトリプルフリップが飛べてしまったりとかするんですけれども、まあ、それにしても非常に高さのある綺麗な4回転だったと思いますね。少しホンダの4回転とはこうなんて言いますか、質がちょっと違うところがありますね。そうですね、高さが上がるんですけれども あまりそのスピードの中で飛ぶ4回転ではないですね。ということは何と言いましょうか、この氷から垂直に飛ぶようなイメージなんでしょうかね。そうですね、高さで稼ぐジャンプという感じです。はい、今五十嵐さんおっしゃったように非常にタフなスケーティングでしたけれども、表現力という意味ではどうでしょう。そうですね、ひたすら走って飛んでる感じに見えますので、やはりそのステップとかですね、あるいはそのスピンとか、はい、でこれだけの回転力を持った選手ですから、スピンの中でも非常にいいのができると思うんですけれども、まあ、その辺ができればもっといい得点が出てくると思いますね。残りはあと3人でまずテクニカルメリット 5.7 が3人います。フーリックとまだホンダが残っています。残りは3人。プレゼンテーションが出ました。この時点で各精神第2位、スコット・デイビス第1位、田村第6位、岡崎は第7位という順番です。